むしゃむしゃむしゃしゃしゃむしゃむしゃむ。小石だよ。何その変な挨拶。別に変じゃないよ。じゃあ私が同じことやってあげる。人参、むしゃ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 。フランだよ。フランちゃん何変なことやってるの。小石ちゃんの真似をしたんだよ。え？じゃない？うわ、目の前にでっかい鳥。それはさっきから見えてたよ。超絶好調だねフランちゃん。小石ちゃんのせい？はぁ、あ、はぁ、あ、疲れた。っていうかいきなり戦闘が始まった。敵はピジュットっていうらしいよ。あ、そのピジュットの先制攻撃、暴風。あ、顔が一発でやられちゃった。なかなか珍しいね。どうやらこの相手かなり強いみたい。サガンドラが体力なくて出せないよ。ギャラドスで時間稼ぎ。うん、ここでサガンドラの体力を回復させるよ。ミックス俺が14個あるね。まあでも1個だけで半分くらいしか回復しないけどね。ギャラドスも暴風で一発だね。次は誰を出そうかな。決めた、来中。あ、サガンドラの時間稼ぎ要因に。あ、間違った元気のかけらじゃない。ミックスレオサガンドラに。多分これでほとんど前回くらいまで回復したね。来中はやられたけど。行ってきてサガンドラ。サガンドラでこいつ倒せるかな。うん、まずは竜の波動だよ。しかしこれはピジュットの暴風が、しかもサガンドラ混乱。あ、何自分攻撃してるの。サガンドラ、わけもわからず自滅。どうするの小石ちゃん。サガンドラを一回らせるしかないね。でも体力半分じゃ暴風を耐えられないんじゃない。それでも今は一回らせるしかないよ。まあ確かにね、サガンドラ以外ことごとく一発でやられてる。ここでもう一回サガンドラを回復。しかしこの後に来るピジュットの攻撃耐えられるかな。耐えた。でもまた混乱しちゃったね。うん、どうしよう、また回復する。でもそれじゃやられちゃいそうだから、一か八かの攻撃だよ。しかしやはり先に攻撃をしたのはピジュット。全員やられちゃったね。ピジュットってこんなに強かったんだ。次は絶対勝つからね。勝てるといいけど。ねえねえフランちゃん。なに。実は今回やりたいことがあるんだ。珍しい、小石ちゃんから何かやりたいって言ってくるなんて。で、何をやりたいの。モンスターボールを作りたい。あ、確かこの世界は作れたもんね。モンスターボール、私もかなり前あいつと作ったことがある。あいつって。お姉様よお姉様。ってことはフランちゃんは作り方わかってるんだね。え、う、うん。それじゃあ早速私に作り方教えてよ。わかった。まずモンスターボールを作るためにはボングリを集めないとダメなんだよね。ボングリ見た方が早いかもね。ほら、あれ、あれがボングリの木。この上に乗ってるのを取ればいいの。そうそう、取ったよ。小石ちゃんが今回作りたいのは普通のモンスターボールなんだよね。そうだよ。ってことは今の赤いやつを3個集めないとダメだね。3個も集めないとダメなの。うん、それじゃないとディスクができないからね。なるほど、それじゃあ早速探しに行っちゃおう。フランちゃん、あれ見て。あれって、あ、青いポニータ。これが色違いってやつかな。多分そうだと思うよ。しかし初めてボス以外で色違いを見た。野生の色違いだね。野生の色違いってなんだ。むしゃ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 。完全に赤が青になってるもんね。早速こいつと。って、違うのが戦いに来ちゃったよ。近くにいた普通のポニータが勝負を仕掛けてきたね。今は違うの？タオ、クロスチョップ。瞬殺だったね。早くしないと見失っちゃう。いや、目の前にいるから多分大丈夫だと思う。レベルは36か。で、どうするのこの青色のポニータ。もちろん捕まえるよ。そういえば手持ちいっぱいだけど捕まえたらどうなるんだろう。7体目になるんじゃないの。7体は持てないよ小石ちゃん。へえ、そうなんだ。まずは電光石火で体力を削ってと。お、結構ギリギリ。相手の火炎車はあんまりダメージ受けなかったね。それじゃあボールを使っていくよ。まずはハイパーボール。一回で捕まえられるかな。っていうか色違いのポケモンにはレベルの下に星マークがつくんだね。ほんとだ、今気づいた。あ、一回目捕まえるの失敗。ポニータは突進してきたね。この勝負長引くとポニータ反動で倒れるよ。その前に何とかして捕まえないとね。ってことでもう一回ハイパーボール。ちょうど小石ちゃんの足元に落ちてみやすいね。結構コロコロしてる。これはいったかな。よし、捕まえた。ポニータはパソコンに送られたって書いてあるけど、一体どこのパソコンに送られたの。普通のポケモンだったらポケモンセンターにあるはずだけど、この世界のポケモンセンターでそんなもの見たことないよ。私もあるのはポケモンを回復させる機械くらいだよね。じゃあそのパソコンはまだこの世界にないとか。ないのに転送されたの。いや、もしかしたら私たちが見落としてるだけでどこかにパソコンがあるのかもしれない。あ、確かにあのショップにあるミックスレオとか売ってるやつがパソコンかも。それはない。そうかな。っていうか小石ちゃんモンスターボール作るんじゃなかったの。何普通にポケモン捕まえてるの。いや、珍しいやつがたまたまいたから。あ、カイロスの目が進化したやつ。小石ちゃんまさか。もちろん戦うよ。やっぱりか。こんなところで時間使ってていいの。それはあれ、あれはどれ。意味わかんないこと言ってるし。しかしなかなかポケモンが当たらないね。行ってきてたお。カイロス、レベルは87。火炎放射で一発だよ。小石ちゃん、河原割りで一発。なんか最近ボスポケモンが強くなってきてる気がする。まあこっちのレベルが上がると相手のレベルも上がるからね。困った時のサガンドラ。相手の河原割りをなんとか耐えたね。竜の波動。ギリギリ半分削れてない。次の攻撃でサガンドラ倒されそう。サガンドラ、もう一回竜の波動。あ、しかし倒しきれなかった。リベンジされちゃったよ。これまた小石ちゃん全滅のパターンあるんじゃない。そんなパターンはないよフランちゃん。いやー、これを見るとそのパターンしかないような気がするんだけど。私のペットたちはそんな弱じゃない。ごめんごめん、小石ちゃんが次に出したのはギャラドスだね。元気のかけらを使うよ。ガオを復活させるの。いや、サガンドラを復活させるよ。まあガオじゃまた一発で倒されるかもしれないか。ダブルアタックされた。ギャラドスダウン。サガンドラの体力半分だけど大丈夫。一発で決めるから大丈夫。うわ、相手が先制。竜の波動だ、倒した。でも驚いたのはその前の河原割りを耐えたことだね。ギリギリ生き残ってくれて助かったよ。だけど
と被害は甚大。そうだね、一回みんな回復させないと。不思議な雨まつり。え、いきなり何？不思議な雨結構あるから、これを今一番レベルの低いギャラドスに全部使いたいと思います。ふん、なるほど。早速新しい技ハイドロポンプを覚えたね。雨声を忘れさせたよ。さらにギャラドスのレベルが上がっていく。一体何レベ上がるの？54レベルくらいかな。それは結構上がるね。言うのない。自分の攻撃と素早さを上げる技だって。どうしようかな。忘れさせたい技もないし、覚えなくていいや。小石ちゃん、言うの前は覚えず。これで49レベル。もしかしてこれ来中に追いつくのかな。すべてを飲み込む破壊の光線。いきなり何？あ、破壊光線を覚えられるのね。またまた何を忘れさせるか迷っちゃうね。今は全部攻撃の技だけど。水の技が2つあるし、水の技を忘れさせよう。アクアテールを忘れて破壊光線を覚えたね。しかし一気にギャラドスのレベルが50台にまで。この便利な雨、この世界で結構落としてくれるからね。ボスポケモンを倒すと大体落としてくれるよね。そうそう、しかも2つ落としてくれる時とかあるからね。はい、これで不思議な雨祭りをしまい。ねえ小石ちゃん、不思議な雨祭りはいいんだけど、モンスターボール作るのはどこに行ったの？顔が暗いよフランちゃん。もちろん今から探しに行くよ。はあ、やっぱり。赤ゴンブリ3つ目が全然見つからないな。とか言いながら何戦おうとしてるの小石ちゃん。強いポケモンを見たら戦いたくなる。それがポケモントレーナー。ちょ、何急にトレーナーとか言ってるの？そういうスタンスじゃなかったじゃん。スタンス？スタンス？しかもこいつさっきボコボコにやられたピジョットの、さらに色違いのやつじゃん。今回は勝つよ。クロスチョップは全然効いてないみたい。それなら今度は、風起こしをギリギリで。フレアドライブ。かなりのダメージを与えたけどガオは反動で倒れちゃったね。あとはサタンドラに任せておいてね。倒しきれるかな？ピジョットは竜巻。結構食らっちゃった。でもこっちの竜の波動。あっと、しかしギリギリ倒せなかった。本当？本当。そしてサタンドラ竜巻でダウン。あ、この体力なら。なんで雷中を。雷中、電光石火。倒した。なるほど、先制攻撃できる電光石火があったね。あの体力だからいけると思ってね。アイテムはピジョットナイトとパワーバンド。羽も拾っておくよ。よし、今度こそ赤ゴンブリを探そう。大丈夫かな。あったあった、これでようやく赤ゴンブリ3つ目だよ。ここまで来るのにかなり時間がかかったね小石ちゃん。そんなに怒んないでよフランちゃん。別に怒ってるわけじゃないけど。それで3つ集めたら次はどうすればいいの？あ、その集めたゴンブリを焼かないとダメだね。それじゃあ一回ポケモンセンターに戻らないと。さあナイト、テレポート。いつもテレポートで戻ってくると中にいる人間消えるよね。ミステリーだね。ってことでかまどにさっき集めてきたゴンブリを投入。石炭がすでにあるからあとは待つだけ。あと5時間ほどお待ちください。そんなにかかんないよ。それではこちらが5時間経ったかまどになっております。何その喋り方。っていうかまだ全部焼けてないし。今から焼けるの？ごめんごめん。むう、結構かかる。あ、できた。焼き赤ゴンブリ3つ完成だね。なんか実績解除したみたいだよフランちゃん。岩鉄の弟子。私誰かの弟子になったの？なんかそういう実績みたいだね。それでフランちゃん、次は何をすればいいの？今できたのをクラフトするんだよ。こうやって。そうそう、そうやって並べて。モンスターボールのディスクが一気に5個できたね。小石ちゃん、鉄のインゴットも同じように並べて。こうだね。あ、なんか今度はボールの下の部分ができた。これで完成。いや、まだだよ。うわ、誰？知らない人間が立ってたね。っていうかまだ完成してないの？うん、ボールを作るのには金床とハンマーが必要なんだよ。なるほど、それじゃあ早速作ってみようね。それじゃあここにインゴットを並べていくよ。なんで並べ方知ってるの？かん。なんだそれ。これが金床ってやつか。まあこれができたらあとは楽だよ。この金床はどうやって使うの？まずどこかに設置しないといけないね。どこに置くか迷っちゃうね。ベッド付近はかなりごちゃごちゃしてきたけど。それじゃあここら辺の草を抜いて、ここら辺に金床を置こうね。しかしあたりが結構暗くなってきちゃったね。あ、掘っちゃった。ちゃんと埋めておかないと。そういうところは気にするんだ。丸石で埋めるみたいだけど。しかしまたもやアイテムがいっぱいになってきたね。またチェスト作らないと。無限に持てるカバンとか存在しないかな。本当のポケモンの主人公なら持ってると思うけどね。はい、金床設置。私の話聞いてる。もちろん、ポケモントレーナーは無限のカバンってことでしょ。うん、違う。違うけどいいや。でも今日はもう暗いから寝ます。あ、はいはい。起きた、次はどうするの？あとはハンマーを作るくらいかな。まずは頭の防具を作る感じで鉄を置いて。確か、こ、みたいな感じだったよね。うん、まあそんな感じ。できたよフランちゃん。この後はどうするの？ツルハシとか作るときみたいに棒を2つ並べるんだよ。こうだ。そうそう。鉄のハンマーっていうのができたね。引き手に持ったとき、攻撃速度5、攻撃力5。ま、これで戦うわけじゃないし関係ないけど。あとはこのハンマーでボールを打っていくんだね。よくわかったね小石ちゃん。私だってそんなことくらいわかるもん。ここに置いてと。これでセット完了。あとはこのハンマーでドス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 と。ドスドスとは言わないと思うけど。じゃあなんていうの？カンカンとか。なんだその目は。いや、なんでも。よし、一つ打ち終わった。モンスターボールの蓋になったね。ディスクの方も打たないとダメなんでしょ。その通り小石ちゃん。グワン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 。なんか目が回ってるみたいになってるけど大丈夫。問題なし。そう、ならいいけど。早く、終わらないかな。かなりガンガン叩かないといけないからね。あ、終わったけどアイテムいっぱい。何かいらないものはないかなと。ダメよボイ。これで無事ボールのベースが拾えたね。ようやくボールを作れるんだね。うん。どうかしたフランちゃん。別にどうしてもないよ。さっきの2つを合わせればいいんだよね。よし、これで。ってあれ、できない。フランちゃんどういうこと？確かボタンが必要だった気がする。もしかしてフランちゃん最後ら辺覚えてないの？別に、覚えてるよ。それじゃあ石を焼いてボタンを作ろう。はい、ボタン完成。早いね。あとは
はモンスターボールのベースをここに置けば、モンスターボールの完成だ。おお、長かった。いやー、しっかり作れてよかったよ。捕獲の始まり。実績解除。いやー、これでいつでもボールを作れるね。まあ材料は集めないとダメだけど。ボール作れたのはフランちゃんのおかげだよ。ありがとう。うん。それじゃあ今日はここで終わり。バイディア。いやーなんとかボール作れてよかった。お姉様と作って以来だからちょっと不安だったけど、なんとかなってよかった。それじゃあ最後にチャンネル登録、高評価、コメントよろしくねー。バイバイ。